私たちはスカベンジャーからドロイドを買い付けるためジャクーに来た。骨董の帝国軍ユニットでファーストオーダーの機密データを収めている。そしてその重要なドロイドはすでに手に入れた。でもファーストオーダーの差し向けた部隊に囲まれてしまった。今は脱出手段を確保するまで時間を稼ぐ必要がある。ランディングパッドとリアクター制御室で敵を抑えて、できるだけ長く。敵がリアクター制御室に進行。これで奴らは気づかない。ランディングパッドが奪われる。あと少しだけ時間を稼いで。ランディングパッドを奪われた。全員リアクター制御室に向かって。これでは消耗戦ね。私に考えがある。このセクターを引き払って補給物資保管所まで交代して。脱出用の輸送船はこっちに向かってる。でも到着までまだ時間がかかりそう。補給物資保管所でファーストオーダーを抑えて足止めするのに最適なはずよ。行くぞ、フルパワーだ。援護は任せろ。敵に押されてる。パレットを起動。はない。
パレット設置中。武器保管所はもう限界。次の場所まで下がって。近くの出口の守りを固めて、ファーストオーダーを抑え切れたら外に出てドロイドと脱出する。爆弾で。それが叶わなければ、あと一箇所だけ望みをつなげる場所がある。将軍の言葉を思い出せ。レジスタンスに勝利を。渡さないぞ。突破された。東出口に敵の攻撃。気にしろ。タレットをセットした。Thank you.
ドロイドは無事。さあ、ガラクタ置き場とはお別れよ。